皆さんこんにちは、相馬律役の川西健吾です。このキャラクターが一押しということで、そうですね、たくさんいるんですけれども、僕が演じさせていただくいただいている相馬律ですかね、風貌がああいう風貌なんですけれども、男の子ということで、で意外にそのなよなよしている部分もあるんですけれども、作中で、逃げ出した先が家の屋根だったりだとか、着物でそんなところに上がれるんだっていうぐらい意外とアグレッシブなキャラクターになっておりまして、そのギャップみたいなところがすごくいいかなと思っております。フルーツバスケットザ・ファイナル、まもなく公開ということで、ぜひとも楽しんでいただければ幸いです。これからもフルーツバスケットよろしくお願いいたします。またねー。